こんにちは。今回は簡単に折れるポインセチアです。葉っぱ、花、それぞれに7センチ角で、中心の花弁だけ5センチ角です。こちらはくるくると巻いた花芯になります。画面では分かりやすいように10センチ角の折り紙で折っております。まず半分に折って、両方向から半分に折って折り線をつけます。今度は四角に半分に折ってください。4方向から折ることになります。次に中心から1センチ弱のところまで切り込みを入れてください。反対に折って、こちらも1センチ弱の切り込み口を残してください。開くとこういう形になります。中心線に向かって切り口を押さえながら合わせて折ってください。向きは折りやすい方から折ってくださって構いません。角は中心線に合わせて切り口を押さえながら折ってください。これを4つの花弁とも折ります。はい、4つの花弁が折れました。で、中心の折り線をしっかりとつけて、それから丸い棒でカールをさせてください。中心線に向かってちょっとカールさせると花びらが立体的になって素敵です。で、中心は立つような形で一度折り線をつけるといいと思います。手でこういうふうにカールさせてもできます。カールが溶けてきたらちょっと外側に向けてやってください。中心に来る小さな花弁はカールはしっかりとかけてやった方が綺麗です。中心線に向かって巻いてカールさせます。ちょっと細めの棒でカールすると綺麗にカールがしっかりとつきます。これで5枚分ができたので、次は花芯の紙を細い棒に巻きつけて、爪楊枝なんかの大きさぐらいでいいです。くるくるくるっと巻いていきます。最後に近づいたら接着剤を細く塗って最後巻き込んでください。で、巻き終えたらそっと引き抜いて、こういうふうに可愛い花芯ができます。5枚それぞれ中心に接着剤を塗っておきます。で、まず大きい葉っぱから貼り付けていきます。で、葉と葉の間に次のものが重なるように、花弁も同じように下と互い違いにセットしてください。で、中心をグーッと押さえてやるとだんだん立ち上がって立体的に花がなってきます。最後に一番小さい花弁を貼ってグーッと押し付けて、中心に向かって巻くようにセットします。
横から見るとこういうふうにだんだん立ち上がって立体的になってます。でもう一度中心に接着剤をつけて花芯をセットしていきます。小さいのでピンセットで挟んで作業した方がいいと思います。最後に上から押さえてやってしっかりと固定してください。簡単で華やかなポインセチアができました。ご覧いただきありがとうございました。